はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、ウイスキーのアードベックの10年買ってきました。こちらですね、なぜ買ってきたかというと、値段がですね、むちゃくちゃ安くてですね、なんと、近くの俺がよく行ってた酒場がですね、酒屋がですね、閉店するので 30% 引きみたいな、やってて、30% オフで買いました。これだから定価が1500円ぐらい、5000円ぐらいなんだけど、3500円ぐらいで買ったから。やったーと。ね、早速買ってきた。よし。念願のアードベックを手に入れたぞ。安かったな。さすがにこれで買わない手はないでしょ。ねえ。なんか察しがついてきてる。全然わかんない。全然英語で読めない。読めないですけど。アードベック。原材料がモルト。原産地がスコットランド。これあれですね。アイラとウイスキーですね。アルコール度数が46度。容量が 700ml。となってます。さあ。まあなんか、噂によると、かなり、強い。セイロガンのね、味がね、相当強いということですか。どんなもんか。ただ、なんだっけ？あれよかは強くないって。なんだっけ？なんだっけ？出てこない。おお。アイラ島の中で2番目ぐらいに強いらしいです。それでは。いただきましょう。ふぅ、アードベック。乾杯。うまい。うまい香りがする。わぁ。塩、ちょっとしょっぱい。なんか。うん。うめ。うん。うまいね。なんだっけ、なんつったっけ。アイラ島ウイスキーの。アイラ島スコッチ。なんつったっけ。ラフロイグね、ラフロイグ。うん。ラフロイグに比べると、ちょっとしょっぱいな。しょっぱさがある。うん。なんかしょっぱい。ラフロイグこんなしょっぱくなかったもん。うん。スコッチウイスキーバランタインの原酒らしいです。これが。知らなかった。そう言われるとなんかバランタインっぽいな。気もしないでもないけど。じゃあちょっとアードベックググりましょう。2チャンネルにもね、アードベックはほぼ麻薬っていう、スレが立ってるぐらいですか。よし。梅。けど、スモーキーさっていうのかな、なんか、コクっていうかな、っていうのが、そんなないですね。
これちょっとこれ、水割りとかで行くと、ちょっと出てくるかもしれないけど。でも度数46度だけど、結構スイスイ飲めるね。全然。きつくない。きつさがほとんどない。スイスイ飲めちゃう。ウィキペディアがないんだけど。アードベック蒸留所はアイラ島南部の海沿い、大西洋の波に現れる、岩の多い小さな岬に1815年に設立されました。まあ、ここら辺はいいや。アードベックは、10年と、ウーガダールっていうやつと、コリーブレッカンっていう種類があるみたいですね。まあ、どれも見たことありませんけど、僕は。あ、でも安い。どっかのサイトで4050円で売ってると。めちゃくちゃ安いな。俺だって税込みで3700円ぐらいで、30% オフで、さ、30% オフでも3700円ぐらいした。これ安いな。安いな、このサイト。これはあれだな。ストレートで飲んでも、よりちょっと、水割りでいただいた方がいいんじゃないか。これだいぶ飲みやすいぞ、これ。ストレートで飲むとスイスイいけちゃってなんかもったいねえな。すっげえスイスイいける。重さがないからなんか、軽い。すげえ軽い。なんか、すっげえ軽い。口当たりとか。ピリピリ感も全くないですね。度数46度あるのに、全然ピリピリしない。某ブログを見ます。グラスを傾け、鼻を近づければ、風に吹かれて少し飛んだ灰、瓶長炭、いちごオレンジの葉、海岸の、波に濡れた砂、こってりとした青い空、口に含めば、釣り船に乗って波に揺られる。細い糸を垂らして釣り竿の先を眺めるし、兆しはあるだろうか。小さなまな板でリンゴを切って皮付きでかじる。小さな島のある日の午後。なんだこれ。気持ち悪い。気持ち悪いな、これ。この書いたやつ。で、点数が87点だそうです。もうわけわかんねえ。この人自分に酔ってないか。気色悪いコメントやるやついるな。気持ち悪いな、このブログ。なんか。何言ってんの？ポエマーすぎる。ポエマーすぎて何言ってるかわからん。個人的に頭おかしいとしか言えないレベル。気持ち悪い。アードベックのウィキペディアがないんだよね。ナイス。ん？アードベック3600円、価格で見ると、価格 .com で見ると、3600円で売ってるところがある。
先のビッグボス、送料が600円かかるから、まああれか。大したもんでもいいか。送料含めなければ安いんだけどな。アマゾンで見ましょう。アマゾンで19件中5つ星ですね。でもこれに慣れたらやっぱり ラフロイグがいいんじゃないかな。ラフロイグね。ラフロイグよかはちょっとしょっぱいもんね。なんか。でも、このなんか、セイロガン臭はすげえ、こっちも負けず劣らずな気がするけど、ちょっと飲み比べてみないとわかんないですけど。飲んだ感じ、ラフロイグと同じぐらいじゃないかなって感じはするんだけど。ただそんなにしょっぱくもないんで、こっちの方がしょっぱいからラフロイグかアードベックの方が、個人的に好きなんですけど。個人的にね。うん。でもこれはあれだな。飲んでると、タバコが吸いたくなるね。これはね。ちょっとアイラ島の、アイラ島のウィキペディア見よう。このアードベックが、どこだこれ。アードベック。アードベック蒸留所。アードベック。これ、グじゃなくて、クなの。アードベック。ああ、クなんだ。G って書いてあるから、グかと思ったら、クなんだ。かといって特に読むようなあれはないな。まあ美味しい。値段を無視すればうまい。ただなんだかんだ言うとやっぱり棒前は勝つな。値段の安さと。うまさを考える。うまいけど。うめえなぁ。ああ。うめ。なんだっけ、前飲んだ。タリスカー、タリスカーじゃねえな。タリスカーじゃなくて、カリラ。カリラよか、こっちの方が美味しい。と思う。カリラ。カリラよか美味しいな、こっちの方が。あっちはカリラ、全然しょっぱみなかったもんね。
そっちの方が断然しょっぱいよ。うん。塩って感じ。塩の味がする。やっぱアイラーのウイスキーはこうでなくちゃね。この塩の香り、味、このしょっぱみっていうか、これがなんか、あーって感じ。あー、アイラー。アイラーだなーって感じする。カリラに比べると、すげー飲みやすいし、カリラも飲みやすかったかな。うま。うまい。うめえな。うめえな。このしょっぱみ。このピーとこ。そしてこのセイロガンの味と、しょっぱさと、それでいて、すげえ飲みやすくて。うめ。これはあれだわ。ストレートだと、もったいない。これはあれだ。水割りでちょびちょび飲むのが、いい感じがする。コクそんなないっす、これ。コクなし。甘み。甘み？甘み。これは、まあ、普通に四つ星ぐらいでいいと思うかな。美味しい。これ美味しい。1、3、5、4です。ご視聴ありがとうございました。